どうしたの？敵の匂いがする。種類まではわからないが、そう遠くない場所に何かがいる。え、リラさん、そんなことわかるの？全く姿が見えないんだけど、本当に？ああ、だが音が聞こえる、温度がわかるというようなものに近いから、これ以上は説明できん。リラがそう言うなら、いるんじゃろう。どうするつもりじゃ？出くわすまで放っとくっていうのはやめた方がいいかな。向こうから近づいてくる危険もあるし、襲われるのはこっちが不利になる。それよりはこっちから叩きに行った方が安全かもしれない。それでいいじゃろ。どうじゃ、リラよ。レントだけでなく、ライザも随分戦いに慣れてきたようだな。いや、今までの経験上、怖がってると襲われる機会が増えて、そっちの方が危ないことが多かったから。それでいい。まあ今回の問題は、どこに敵がいるかまではわからないということだが、それでもあらかじめ用心しておくというだけで、実際に敵に遭遇した時に随分と違うからな。敵はこっちの都合なんて気にしてくれないしね。違う世界か。すげえ不思議だけど、楽しければ何でもいいさ。敵の場所まではわからんという話しちゃったが、方角ならばどうじゃ？そうだな、里の西の方に強く感じる気もするが。西、枯れてしまった泉はあるが、もしやそこか？思い当たる場所があるなら行ってみよう。あ、帰ってきてる。お帰りなさい。さてと、何をしよう。さてと、何をしよう。さあ、召し上がれ。冒険、楽しんでくるのよ。さてと、何をしよう。さてと、何をしよう。いっぱい食べてね。いってらっしゃい。何か話したそうにしているな。さあさあ、集めちゃいましょうね。
の世界は落ち着くの。私は慣れてその感覚も忘れてしまったな。やはり異界の風に染まっておるのではないか。なんじゃ。これがわらわたちの暮らすウィントルじゃ。気に入ってもらえたか。すげえな。ここ本当に俺たちのいた世界とは違うんだよな。ライザさんたちはそう言っていましたが、何がどう違うのか見た限りでは分かりませんね。パティは来たことあるんだろ。いえ、話では何度も伺っていましたが、私も前回は門をくぐってはいなかったので。お二人と同じで異界は初めてなんです。ただ聞いていた話とは印象が違いますが。私たちもここに来た時は驚いたよ。こんなに綺麗な異界見たことなかったから。私もだ。だが勘違いしないでほしい。本当の異界の美しさはこんなものじゃない。マジか。じゃあ今からその綺麗な場所をみんなで見に行ってみないか。いや、見せたいのは山々だが、今の異界には見たことがないというのならば見せてやろう。我らが世界オーリムの美しい光景を。何をバカな。中途半端なものを見せても恥をかくだけだぞ。我らは長命の王連族じゃろ。今さら恥の一つや二つ増えたところでどうとも思わん。そういうわけじゃからライザ、後ほど高原へ行ってみるとしよう。お腹鳴っちゃったかも。どこかでお昼ご飯にしない。なんかたくさんいる。俺に任せろ。こんな奴ら全部倒してやる。気をつけろ。単体ではそれほどでなくとも数が揃えば手強くなる。感じていた敵の気配はこいつらのようだ。こいつらが。こんなにいれば確かに気配くらいはわかるのかも。どうやらあやつらやる気のようじゃの。何、こちらもやってやるまでだ。行くぞ。みんな敵よ。当てみよう。こっちじゃ、こっちじゃ、私の戦力だよ。当てるよ。大盤振る舞いよ。ボス、任せるよ。心配するな。任せろ、ライザー。これで
で終わって一気に行く。そっちじゃ困っちゃうよ。避けられるか。シェッ、いい感じしろ。もうできるんじゃろ。そこ魔法もある。そこだ。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。新たな鍵を生まれろ。当然だ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。さあ、起きる。鬼が作った。今なら楽に倒せそうだ。どうした。修行の成果だ。これなら。これでどうだ。こいつで決める。そこだ。少々まずいよ。はっはっ、下だ。これでどうだ。これなら食えてやる。避けろ。ボス君、いい？貫く。行きなよ。俺が決める。逃がさない。まずい。敵を裂く。やった、一体倒したよ。ゆくクラウディ、クリスタ頼りがいが出てきたな。面白そうだ。鍵の力、期待してるぞ。凄まじい力だ。気に入ったぜ。コアクリスタル、面白そうだ。頼むぞ、コアクリスタル発動。ナイザー、お任せる。今なら鍵が作れるかも。見える。うっうっうっ、見えたのべ。もう一度。今なら攻撃。どこなら通らないかも。いいか。最後の一発。始めるよ。いっけ。よし、一匹やっつけた。素晴らしいぞライザ。当てるよ。まだいける。やるよ。これで決める。それ突撃だ。それそれそれ。お次はこれで。いっけー。よし、今だ。そりゃあ力を一つに。フォトンクエーサー。これでおしまい。よし、見たか。全部倒したぞ。ああ、問題なく片付けられたようだ。ねえリラさん、どうして魔物がいるってわかるの？なんだそのことか。オーレン族は皆我々人間とは異なる能力をいろいろ持っていることが分かっているんだが、種族ごとに他の種族と比べ何かしら特化した能力があるようなんだ。例えばリラの白牙種族の者は生まれつき鼻が利くとでも言うべきか、敵の気配が察知できるらしい。ずるいなその力。俺もそんな力が欲しいぞ。言われてみれば、確かセリさんも緑の手っていう力があったような。大体はアンペルが全て話してしまったが、私には敵の気配が分かる能力がある。それだけのことだ。今までリラさんとそこそこ接してたように思うんだけど、そんなの知らなかったな。理由は分からんが、どうやら人間の世界にいるとあまり力が発揮されないのか、感覚が薄くなってな。だがこっちにいると本来の能力に戻るようだ。やはり私はこっちの住人なんだと再認識させられるな。生まれ育った環境に体が慣れてるってことなのかもな。これでとりあえず危なそうな魔物の群れはいなくなったかな。なるほど。異界にも比較的正常な場所が残っている。
わけのわからん不思議な鍵だ。集めておこう。ライザなら有効活用してくれるよね。みんな敵だよ。おいレント、それ背中は任せな。背中は任せたぜボス。しようかな。これに決めた。さあ行くわよ。どれにしようかな。体力減ってるよ、レッド。任せろ、ライザ。どうだ、蹴散らす。もう一度、倒れな。しびれてみるか。頼むね、レッド君。いただきた。またまたいただきた。枯れちまいな。レッド、ここはいけるぜ。まだいける。これに耐えられるか。こいつがどうだ。力を撃つ。光の魔法を使うぞ。あいつから鍵が作れそうだな。試してみないか。どうだ、できるか。どうだ。ドイツをお見舞いするかな。よっしゃ、発動しろ。守りが解けたか。総攻撃を仕掛けるぞ。すごいですよ、ボス。任せるぜ。レント、これでどうだ。ゆけた、まとめてキュー。行けよ、まだ行ける。すがね、俺が決める。魔法もあるぞ。まずい、敵を裂く。ま、こんなもんだな。まだまだ強くなれそうね。強くなっちゃったみたい。よし、まだまだ強くなれるぜ。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。なんだ、歯ごたえないな。ずいぶんと近いがいいのか。門をくぐった先が異世界なんて今でも信じられません。水が戻った聖地も今頃は少しでも昔の姿に戻っているだろうか。